日本関東地方千葉県千葉市三浜区、幕張西幕張西は千葉県千葉市三浜区にある地名。全域が海面埋め立て事業により誕生した地域で1丁目から6丁目まである。1丁目から4丁目は住居表示実施地域、5丁目、6丁目は住居表示未実施地域である。郵便番号は261-0026 26。千葉市三浜区の北端に位置する。 地域内は主に小建て住宅街となっており、地域の北端には、国道14号、京葉道路、南端には、東関東自動車道、国道357号が通り、1丁目に、京葉道路幕張インターチェンジ、2丁目に、千葉市立幕張西小学校、千葉市立幕張西中学校、千葉幕張西郵便局、6丁目に、幕張海浜緑地がある。 東は、花見川区幕張町、西は、奈良市の袖ヶ浦、霞、南は浜田、北は、花見川区幕張本郷と接している。住宅地の地価は、2016年1月1日の工事地価によれば、幕張西1-7-4の地点で15万7千円、平方メートルとなっている。全域が、海面埋め立て事業によって誕生した海浜ニュータウン、幕張地区となっている。 北側に位置する幕張西1の4丁目が幕張 B 地区、南側に位置する幕張西5.6丁目が幕張 C 地区として、それぞれ定住性の高い住宅地域として、小建て住宅街を中心に開発された。また、当地はかつては漁業の行われる海であったが、埋め立て事業によって漁業は行われなくなり、旧漁業関係者にも分譲されている。 幕張の西に位置することや住民投票の結果を反映し幕張西とした2020年6月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである私立小中学校に通う場合学区は以下の通りとなる AB 町長別人口及び世帯数千葉市2017年11月2日閲覧 AB 郵便番号 日本郵便、2017年11月2日閲覧、市外局番の一覧、総務省、2017年5月29日閲覧、国土交通省地下工事、都道府県地下調査、千葉市立小中学校の情報、千葉市、2020年7月21日閲覧、ありがとうございます。